私ね、お酒が好きなんですよね。それでね、酔っ払います。当たり前ですからね。で、私はね、女の人のお酒飲むのも好きなんです。もう女の人でお差し支えがあったらお詫び申し上げますけどね。女の人でジュース飲んでお寿司食べてる人大嫌い。なんでお茶か水にしないんだってんの。でもね、まあ僕ら外で乱れるといけないからってんでね、お酒だーっと半分ぐらい飲んで。で、あとは、うちでだーっと楽な格好して飲む。ね。とは、女房がここにいること忘れちゃったんです、この間。で、だーっと飲んでるうちにね、俺帰るってズボン履いたんですよね。もろに引っ張られましたけどね。そばにあったお盆でパーンと引っ張るんじゃなくて、お盆を縦に引っ張られましたからね。お客さんと飲んでる。ね。それじゃあ一つね、これ女房と子供に持ってってやれなんてお寿司屋なんかくれる。ね。それを家へ持っていくようじゃダメだよって。これはもう先輩から言われてる。マジですけど。ね。やっぱり、その、他のお客のところに持っていく、買わなきゃダメだよって言われてね。ずっと持ってって、知ってるうちがあったから。ほぼほぼ飲んで、今ね、お客さんと一緒にね、寿司屋、寿司食ったの。これ、いい寿司なんですよ。お坊ちゃんと奥さんにどうぞって。バーカ、今までてめえと飲んでたじゃねえか。もうね、飲むとだらしがないですけどね。でもこうやっているとね、本当に面白いもんですね。夫婦なんてのはね、長くいると本当に会話がないですね。本当にネタがなくなってますよね。近所の悪口は言い尽くしちゃったしね。これだけ笑うってことは、ここにもやっぱり上野にもやっぱり性格の良くない人が住んでた。まあとにかくね、色気というものはなくちゃいけないなと思ってね。この間ね、女房が台所で茶碗洗ってたのね。で、私の話はあっち行ったりこっち行ったりしますから。だから長丁場喋ってると何喋ってるか分かんないですよ。だから同じこと二度言いますから。ただ聞いたって言ってくださいね。遠藤聞いたなって言ってたね。ただ私は我慢しろって言いますからね。誰が誰が。女房が茶碗洗ってたの。私がね、ちょっとお尻触ったんですよね。そしたらいきなり振り向きざまに、何しやがんねこの野郎って。その口の言い方、それでもお前女が何を言ってんだ、女が女だけ身に覚えがあんだろ、こっち来ちゃう。さらだしと傷物にしやがって、飲みよ。バカ野郎、てめえなんか傷だらけで来たんじゃねえかな。なんだかわからないですけど、今日はね、何やろうかな。もう現に余裕があった。あの猫と金魚って話やろうと思うんですよ。これはね、面白いんですよ。つまりね、隣の猫はうちの金魚いじめんですね。で、番頭がね、ものすごくその逆らうんですね、旦那にね。で、旦那がイライラです。これ筋だけ喋ると2分で終わるんですけどね。うちの番頭、どうしてあのやら耳遠くて目近いんだろ、引っ張ってやろうかな、じゃあ番頭、番頭、へい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 じゃないこの野郎、困っちゃうんだよ。どうしたんですか。うちの金魚がなくなるんだよ。私食べてませんよ。お前が食べたってんじゃない、隣の猫が来て食っちゃう。あ、どうですか。隣の猫はうちの金魚をいじめると、私がこうやってどんなに怒られなきゃいけないんですか。そしたらお隣の猫と私とできてるってんですか。引っ叩くとこの野郎、そうじゃないって、そういう、あの、じいちゃん、隣、弁償してもらったでしょ。そういうわけにいかない。ね、隣近所ともな、綱抜き合いするにいかない。金魚の一匹につき食われたら文句は言えないんだよ。あ、そうですか。と、隣のですね、猫がうちの金魚食うと文句言えなくなっちゃう。そういうわけだな。じゃあ、隣のね、猫のとこ、うちの金魚がパカッて食ったら、隣は文句言えないんですか。お前ね、変なんだよ、例え方が。ね、金魚が猫食うかよ。ですから、物の例え、いいんだよ、本当。だから、隣の猫の手の届かないようなな、高いとこへな、金魚鉢あげてくれ。さすが。だから、ここからで高いとこって言ったら、蓮向かいのお風呂屋の煙突のやつを。そんなとこ上がって見ることはできねえだろ。そんなことはないし、双眼鏡でこうやって見たらどうする。バーカ、俺は山本五十六じゃねえぞ。ちょっとシャレが古いですね。シャレが古いとお客がどんどん離れてきますよ。じゃあもうちょっと新しいのやるからな。じゃあもう一回振れ。そうですか。じゃあどうですかって、双眼鏡でこうやって見たらどうする。バーカ、俺はあんま野鳥の会入ってんじゃねえぞ。ところで妥協しようじゃないかな。じゃあな。
隣の猫の手の届かないような高いところな、あそこの風呂場な、そこにな金魚鉢あげてくれ、そうすると隣の猫入ってくれ、やってくれ、やりました。そうですか。金魚鉢あげたんですけど、金魚はどこ置きましょうかね。お前ね、金魚どうしたの、いつか今縁側でピチピチ跳ねてブッ死んじゃうよ。ですから今のですリンゲル打ってます。本当にしょうがないの、本当に。あのね、こうしてくれ、うちにね湯殿があったろ、湯殿の中に棚がある、そこに金魚鉢あげてくれ、そうするとな隣の猫が入ってこないから、やってくれ、やりました。ほらちょっといいんだよね、やってくれ、やりました。うまくいったよ。そうですか。私はだんだんと言われるとおりやったんですけど、で金魚鉢の中に金魚入れて湯殿の棚へあげたんです。ともう隣の猫が来ちゃってんですよ。チュ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 ッとこう言ってんですけど、これは追っ払った方がいいか、それとも私一存じゃなく旦那にご相談した方がいいか。もうお前はねバカになっちゃう、本当にしょうがないね。あのね、イニシオってのはね、懲らしめると二度とそういうことしなくなるから悪いけどね、捕まえてね、猫捕まえてダーンドツイってくれ、私ですか、捕まえてドツイって勘弁して勘弁して、私はねネズミとしてございますからね、本当ですよ。もう猫の騒いでパカリやられちゃっていけない、私だってまだ年は若いんですからね、戦争で助かって猫で死んじゃつまらない。シャレが面白くもなんともないよ、お前は。でとにかくね、もういいや、で頼め、おい、そら、お前な、頭の寅さん呼んできてくれ。もうこんならね、頭の寅さんに頼みましょう。寅さん、うん、どんどん、おし、で、どうした、悪いね、お前さんに頼みがあるんだから聞いてくれんけ、だれって言う、おしは出入りの頭ですからね、そんな頼みがある、水臭い、水臭い、え、もっと命令的に言ってもらいたい、おしは旦那のための命はいらねえんですから、旦那が、おう、おしろ、悪いけど水の中取り込め、だえ、その首をくぜ、だー、差し上げますから、その代わり帰りを送ってってくれ、方角が分かんなくなっちゃう。面白いけどね、お前、お前さんは何か怖いものはないかい、状態っちゃいけない、私は名前がトラってますからね、私の怖いのはですね、加藤清正ね、それから柴田サーカス、お前ね、お前戦前のサーカス言うなバカ、いいからね、じゃあ一つね、あの湯殿に入ってんだよ、ね、隣の猫がやってくれって言うんだ、なもなんですがね、じってでーってやりますから、ですから三日ばかりしまくださいな。なんでその三日ばかりってね、もう若いもん五六人呼びまして周りはしまくって、それから攻めますから。お前ね、俺のとかいいところってんじゃないよ、お前そんなこと言って怖いんだろう、怖い嫌な落語家だね、お前は受けないと急に大きな声出すね、お前はね、ダメだよ、いいからやってくれ、じゃあヘッジをスイッチだよっ、パッ、ひたつめてやってる、トラトラや隣の猫だって天狗行くんじゃダメだろ、ダメだけど、茂の2、3本ダーン叩きつけてくれ、バッとやってるよ、湯船の中で争ってるんで面白いね、ザブンだって面白いじゃないか、猫のやる湯船落っこちやがって、助けてだってよ、ザマーミャレ、おい猫が助けてって言うか、じゃあやられてんのはトラさんじゃねえか、おいあげてくれ、トラさんどうした、どうだった、お懐かしい、どうしても驚いた、すげえ気の強いね、ほんとね、私がいきなりバーってやってったらね、私のへそにパクリくらいついたんで、私はへそ取られると大阪の先行けなくなっちゃうんですよ。なんだい、へそがいかい、へそがいかいなってね、バカお前はそういう古いシャレを伸び伸び言ってるから怖さに人気抜かれちゃったんだ、これコブヘイにだって抜かれたろ、一平は食い止めたって、なげえよ、いいからやってくれ、もう私は猫にはかなわない、そんなことはな、お前さん、殿さんだ、ダメですね、もう、名前を取らでも猫にはかなわない、この通り濡れネズミになりました、おなじみの笑いです。あのね、本当に拗ねるよ。じゃあ一つ猫の小話。猫だよ。あ、かわいい猫だよ。
わいい猫だってこれ。これ外国の猫だよ。外国の猫。種類なんていうの？チンチラってんね。チンチラ。え、じゃなんか缶詰でいいの？ダメ。チンチラってんでね。ごぼうしか食べねえんだよ。よろしいようでごゆっくりとどうぞ。